歌長尾御神学は兵庫県新温泉町課町地区に伝わる獅子舞である。毎年10月1日、歌町地区の秋祭りに繰り広げられる。この祭りの当日には、市内外から毎年およそ2万人が参加する。1832年の道具箱が見つかっていることから、この時点ではすでに行われていたことがわかっている。舞は、シングル舞、県の舞、 表剣人の三種類がある。三種とも二人で演ずる二人立であり、シングル舞は鈴とみてぐを用い、剣の舞は刀を用いる。表剣人は天狗と獅子の舞であり、名称は表金に由来すると考えられている。かつてはこれら三種の他に、杉獅子と称する舞もあった。額に立てた棒状に物を乗せて舞う曲芸である。 建物も昭和40年代まで継承されていたが、こちらも捨てられている。祭りでは、県の舞を奉納し、各、家で、五穀宝上無病息災を願って、シングル舞か県の舞を舞い、祝い事があった家の前で表現人が舞われる。1977年12月20日に、温泉町の民族文化財として指定されている。天保年間以前より、 歌町に伝わるカグラで、源流は、遊行芸である、伊勢大宮学と四姉妹を合わせたものであり、獅子舞と、建物とで成立する。この地方で基金が相次いだ時、伊勢参りした村人たちがカグラを覚えて帰ったのが、始まりと言われています。舞は、シングル舞、剣の舞、表剣人の三種類がある。三種とも二人で演ずる、二人立である。獅子舞は、 額に細長い棒を立てて、刀2本、マリ、茶面十数個を重ね、その上に、水の入った茶碗を乗せて回転させ、雨を降らすなど笛と太鼓の音に合わせて踊る。獅子は、おすじしに限られておりかちょう神社での、剣の舞奉納から始まり、村の家々を周りを払いをし、五穀宝上、無病息災を祈って、家の軒先で舞う。鈴とみ手ぐらを用いる。剣の舞は、 刀を用いる、天狗都市市の舞であり、名称は、表金に由来すると考えられている。額に立てた、棒状に物を乗せて舞う曲芸である、建物も昭和40年代まで継承されていた。現在は、歌名が大神楽保存会を中心に伝承されている。これらの舞に使用される、伝統工芸品は、代々継がれてきたものを使用されており、 この品々の工芸継承者も少なくなっている。現在の獅子頭は三代目であり、霧の木で作られているもの。だからとても軽く、舞いやすい。新温泉町ではこの文化を保存するために募金を募り、後継者を育てる費用に充てている。ありがとうございます。